どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしたい中根人、エルザです。今回はラーハの取扱説明書というところで、気になった部分や注意したい点などをまとめて紹介したいと思います。普通にプレイする分にはいいのかなというところが多いんですが、効率を求めた場合、戦闘のしやすさにかなり影響があるなと思いましたので、そちらをまとめています。また注意点だけでなく、改善の方法についても解説を一緒にしていますので、一つの解決方法として参考にしてもらえれば嬉しいです。また今回のラーハに関しては、無突無持ちのこちらのステータスでプレイをしての話となります。敵と怪盗を使ってのお話もしていますので、そちらの変化も見てもらえればと思います。それでは早速やっていきたいと思います。それではまずラーハの取扱いまとめというところで3つほど紹介をしたいと思います。まず1つ目、TP 効率を上げて火力を上げることが重要というところです。ランハの火力に関しては、必殺技に依存した行動が多くなっています。特にダメージの大半は強化通常攻撃となっていますので、必殺技の後にもう一度発動できるような調整が必要というところです。ある程度ダメージが出せるのであれば、効率も大事になってきますので、 TP 回復方法や効率のステータスを上げて調整をしていくというところですね。続いて2つ目、チャージは計画的にすること。こちらに関しては、ランハの必殺技にはチャージの消費によって火力がアップする性能というのがあります。このチャージは必ず3回目の攻撃で全てを消費するようになっています。そのため発動のタイミングを焦ってしまうと、2回目と3回目の強化攻撃でチャージを貯めれず、ダメージが全く出ないということがあります。徐々に右下がりになっていくイメージになりますが、タイミングさえ間違えなければ3回目の攻撃で火力を出すことが可能だったりしますので、このあたりは要注意となります。続いて3つ目、立ち上がりはしっかりできるよう意識するっていうところです。ランハの初動に関しては、調和主人公の超撃波バフに合わせることと、自身の必殺技を貯めることの条件を達成する必要があります。ランハ自身だけでもいいんですが、どうしても火力が下がり気味になるんですよね。なるべく主人公と合わせたいところがあります。そのため初動の立ち上がりが遅めになるっていうところがありますね。また EP 効率とのバランスが悪い場合、必殺技をすぐ貯めるってことがランハ自身できなくなりますので、立ち上がりが遅い際は見直しをするといいかと思います。速度の影響っていうのもありますが、速度よりも EP 効率が大事かなと思ってます。ランハの取扱いまとめとしては、オート適性はもともと高いキャラかなっていうところはありますが、 EP の管理が悪いとすぐに攻撃の効率が悪くなるキャラかと思います。そのため戦闘の効率を上げるには、 EP 関連の見直しをするのが一番手っ取り早くなってるってところですね。ランハの速度に関していろいろ試したんですけど、145以上貯めてたとしても、なかなか攻撃頻度が足りなかったりとか、 EP が足りないってことが多かったので、速度だけでは賄えないところがあるのかなと思います。それでは次からは注意点と改善点について話していきたいと思います。まず1つ目、初動や立ち上がりについてです。まずは注意点からです。こちらに関しては、初動の火力は低く、立ち上がりが遅いっていうところですね。この理由に関してですが、ダメージ方法が弱点撃破後で、かつ強化攻撃による超撃波の発動となっていますので、火力を出すまでどうしても時間がかかるんですよね。しかも立ち上がりによっては EP 回復が少し足りないっていうこともあります。このあたりは高円錐だったり異物の調整をしないと難しいところなんですよね。なので必殺技の発動までどうしても時間がかかるのがちょっと難しいっていうところになります。ではこちらについてどうやったら改善できるのかっていうところも話していきたいと思います。改善点としては、高円錐の霊剣を駆使するといいっていうところです。もちろんモチーフ公演でもいいんですが、全員が全員引けるわけではないので、霊剣をおすすめしたいと思います。まず立ち上がりに関してですが、速度を上げたところで行動自体を変えるっていうのは難しいところがあります。そうなった場合、装備を変えるのが一番手っ取り早い方法となるんですよね。なので知恵の高円錐の中でも EP 回復がある星3高円錐の霊剣を使用すれば、スキル使用で EP を12回復することは可能となります。貫突もしやすい高円錐かなと思いますので、発動も狙いやすくいいのかなと思います。ランハに関しては、通常の行動の時はスキルを多用しますので、そことも相性がいいってところがありますね。できればこれだけでなく、異物も合わせた方がいいのかなっていうところです。これは後ほど話していきたいと思います。続いて2つ目です。弱点無視の性能についてっていうところですね。弱点無視に関してですが、注意点があります。無視はできるんですが、不要ほどの恩恵はないっていうところですね。強化攻撃の性能特徴としては弱点無視があるが、
弱点付与ではないため、本来の削減値よりも半減した数値になります。まあ、ないよりかはいいんですが、半減されたものっていうところが重要ですね。なので、弱点付与がない分効率は下がるので、虚数弱点がない場合は時間がかかるようになっています。全く削れないっていうよりかは時間はかかりませんが、弱点ありと比べるとどうしても時間がかかるっていうところですね。このあたりはしょうがないところかなと思います。では、こちらの改善についても話をしていきたいと思います。改善点としては、キャラで属性のカバーをするっていうところです。正直これしかないかなと思ってます。まず、キャラの入れ替えでの対策が一番となりますので、銀狼の採用で虚数弱点を付与するのがいいかと思います。また、ヒーラー枠の属性を変更するのも望ましいところですね。固定したキャラを使うっていうのも大事なんですが、属性に合わせるっていうのも大事かと思います。また、削減値に関してご了承するのであれば、ルアンを入れておいて、半減した部分を取り戻すっていうのもありですね。ルアンに関しても、弱点撃破効率がプラス 50% されますので、通常分の削りができるっていうところになります。これはこれでやっぱり強いなっていうところですね。なので、ルアンがいる場合はルアンを入れる。いない場合は味方の編成でカバーするっていうところになります。まあこれは基本的なところかなと思います。続いて3つ目です。チャージによる影響についてですね。こちらに関しても注意点があります。チャージの獲得タイミングがとても重要というところです。ランハのチャージに関してですが、数によって超撃波のダメージが変動するようになるため、多く貯める必要っていうのがありますよね。獲得の方法としては、敵の弱点撃破っていうのと、必殺技発動時にチャージを3獲得するため、最低限の確保っていうのは1回目の攻撃でしやすくなります。ですが、その後の2回目3回目に関しては、弱点撃破をうまくしていないとチャージを獲得することができていませんので、ゼロの状態で超撃波を発動するってことがあるんですよね。こうなるとダメージが半減する要因となりますので、結構重要なところとなります。なので、チャージの獲得タイミングっていうのは、とても大事にしたいところっていうところになるんですよね。では、こちらのチャージのタイミングっていうところなんですが、もちろん改善点としても候補はあります。可能であれば、弱点撃破後に必殺技を発動するっていうところです。タイミングを選べる状況、まあ手動操作だったらっていうところになるんですが、弱点撃破した相手にとどめを刺すように使うことがいいかと思います。あえて遅れて使うってところですね。これにより入れ替えの敵などが出れば2回目で弱点撃破の機会が狙えます。少しでも削っておけば3回目の攻撃の途中で弱点撃破が発動できたりしますので、チャージが獲得できるようになるんですよね。そうなると2回目は捨てることになりますが、3回目の攻撃で効果履行を狙いやすくなるっていうことがありますので、1回目の必殺技のタイミングっていうのが非常に大事になります。もちろん1回目のタイミングで弱点撃破を狙えるようであればそのまま使うっていうのもありですが、確実に弱点撃破をして相手にとどめをさせるような状況を作るっていうのがいいかと思います。ただこの点に関してオートの場合はどんどん使ってくれるのであまり気にしないっていうところがあるかもしれないですが、高難度のラウンドを考えた時には結構大事な要素になるのかなと思っています。続いて4つ目、 EP 回復の性能についてです。 EP 回復においても注意点っていうのがあります。注意点としては EP 回復の発動が難易度高めっていうところですね。ランハに関しては精鋭以上の弱点撃破でEP が回復するようになっています。ですがそもそも弱点撃破の頻度がそこまで多くないっていうのがあるんですよね。しかも精鋭以上となってますので条件も限られています。そういった場合不安定な回復要素となっていますので、安定感に欠ける性能っていうところになるんですよね。これを頼りにして必殺技を回そうとするとなかなか難しいところっていうのがあります。そうなってくると必殺技の回転率っていうのは安定しませんので、どうにかして時短でしっかり EP を回復できる方法を確保するのが望ましいっていうところになりますね。ではこちらの改善をするためにどうするのかっていう改善点も挙げておきます。改善点に関しては装備で EP 効率を変えるっていうところです。 EP 効率を変えるには正直これしかないですね。変える手段としてなんですが、少しでも効率を良くするのであれば高円錐をまず霊剣にするってとこです。これ最初の方でも紹介しましたが、スキルでプラス10に回復するのはかなりでかいと思います。さらに、異物に関しても、怪盗4セットを採用するのがおすすめです。大体の人が鉄器を採用して火力を上げるところに集中してるのかなと思いますが、個人的には EP 効率が悪いのであれば、怪盗もおすすめというところですね。こちらに関しては、敵に関係なく弱点撃破ができれば EP 回復をすることは可能ですので、恩恵としてはこちらの方がしっかり受けれるような状況となります。
実際に霊剣と怪盗を使ってやってみましたが、かなり回転率は上がったなと思いますね。特に初動の立ち上がりから中盤にかけては扱いやすかったっていうのがあります。もちろん敵の出現頻度などもありますが、確実に回復できる方法って意味ではとてもいいものかなと思います。以上が注意点と改善点についての話となります。それでは動画のまとめに入っていきたいと思います。今回のまとめとしたポイントは3つですね。まず1つ目、高塩水と異物で快適性をコントロールする。ナンハに関しては快適性を上げるのであれば EP 効率を上げる装備を調整するというのが大事です。とにかく必殺技がどれだけ回せるか、どれだけタイミングよく使えるかというのが大事ですからね。必殺技の頻度が上がればそれだけ火力アップにも自然とつながりますので、快適性のコントロールというのが非常に大事になります。その中でも特に EP 効率っていうところですね。続いて2つ目です。チャージを意識するなら撃破後もありという選択です。チャージの効率を考えると正直キリがないなっていうところではあるんですが、ダメージを確実に出したいっていうのであればタイミングをしっかり選ぶようにしたいっていうところがあります。1回目で確実に弱点撃破とダメージを与えるとともに、2回目では再蓄積するようなイメージが大事っていうところですね。ただ2回目で弱点撃破をしてしまうと、それも2回目で消費するっていうことがありますので、意外と削る対象のタイミングというのが大事だったりします。なるべく2回目で削り切らず、3回目の途中で削り切るっていうイメージで使用するといいかと思います。続いて3つ目、弱点無視を過信しすぎないっていうところですね。ナンハの弱点無視に関しては弱点がない場合 50% の削減値になります。そのためゴリ押しっていうのができないんですよね。まあ、ホタルのように弱点が付与できればよかったんですが、そういうことはできませんので、どうしても効率は下がります。なので無理にゴリ押そうっていう感じではなく、編成の調整でしっかり対応するのが一番楽な対策というところになります。まあ、ルワンがいれば最低限確保ができるっていうところはありますが、ルワンが使用できないっていう場合はしっかりと味方でコントロールするようにしてください。ということで今回はナンハの取扱説明書ということで注意点をいっぱい並べてみましたが、いかがでしたでしょうか。結構ねキャラとしては面白い性能をしてるので、使い勝手もよくいいキャラかなと思うんですが、いざ効率を求めようとすると難しい一面っていうのもありますので、何かしらね今回の対策っていうものが皆さんのお役に立てれば嬉しいなと思います。使ってて思ったのが、意外と霊剣と怪盗が使いやすかったっていうところですね。個人的には使っててこっちの方がいいんじゃないかと思ったりしますね。もともとダメージが高いキャラなので、そもそもそこまで火力重視ではなく効率重視でもいいのかなと思ったりもしてます。まあ、これに関してはいろいろ試して結論出したいと思いますが、今回の対策としてはこの2つが大活躍というところかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。